分25秒勝者アロンソーリー。それでは12分25秒アロンソーリー選手の報告でございます。天咲美優のいいところって、あんな可愛い顔してんのに可愛さをアピールしひんところ、堂々としてる態度、あの子は可愛さが武器じゃない、性格が武器なんじゃないかなって私は思いますね。今日あの子からすごい希望をもらった。私は今3負け2引き分け1勝ちでも前進むから、またミュウとこういう何かのきっかけに、ミュウにとってもきっかけになる、そんな一試合をまたいつかしたいなと思います。ニューブラッド楽しいね。天咲美優5番勝負エクストラ、今回試合前に唯一の不幸があったんですけど、その中で関西同士の戦いを見せれて、あのおさんで本当に良かったなって思います。2バット天咲美優5番勝負エクストラもうなかったとしても、次はニューブラッドタッグのベルト挑戦も待っているので、それに向けて日々練習して努力を重ねたいと思います。ありがとうございました。宇宙一きらめくスターダムの広島ビッグマッチ、スタバースプレゼンツ5スタースペシャル in 広島サポーテッドバイソフトバンク、9月3日広島サンプラザホール、女神たちの激闘を見逃すな。スターダムで夢のタッグが実現、9月10日横浜武道館ドリームタッグフェスティバル2023、ファン投票で決まったドリームタッグ、一夜限りの異空間、全力で味わい尽くせ。スターダムが佐賀県に初上陸、9月
17日、佐賀市立諸富文化体育館ハートフル。宇宙一きらめくスターダムを生観戦できる千載一遇のチャンス、絶対に絶対にお見逃しなく。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。